はい、こんにちは、116インズです。さて今回は NPB を経由せずにメジャーへ昇格した選手について話そうと思いますが、1月17日に BC リーグ茨城アストロプラネッツに所属する松田康介選手がドジャースと契約を結んだのが話題となりましたよね。松田選手は昨年茨城に入団し、怪我の影響で3試合にしか登板できなかったのですが、開幕戦で155キロをマークしたことでドジャースの目に留まり、今回独立リーグ加入からたった1年で MLB との契約に至ったみたいですが、まあ夢のある話ですよね。NPB を経由せずに MLB に昇格した選手は過去にマック・鈴木選手、多田野和人選手、そして田澤純一選手の3人しかいないようですが、松田選手が4人目となることを期待したいです。で、今回の松田選手がドジャースと契約したことをきっかけに個人的にちょっと調べたいなと思ったのが、先ほど NPB を経由せずに MLB に昇格した3人のうちの1人、多田野選手ですね。多田野選手はプロ入り前のスキャンダルが影響して NPB を経由せずにアメリカでプレーすることとなったのは皆さんもよくご存知かと思いますが、2003年3月8日にクリーブランドインディアンスと契約して、で翌2004年4月24日には MLB 初昇格、実は契約からたった1年ちょっとで MLB までたどり着いていたんですよね。これそんなに認識されていない気もしますが、結構すごくないですかね。 MLB でもドラフト1巡目指名の選手が1年でメジャーまで来たら、大学生だったとしても昇格早かったなと思うものですが、それを日本の大学出たばかりでマイナー契約結んだ選手がやってるんですから、とんでもないことです。スピード昇格した割にメジャーでは通算15試合の登板にとどまるなど、そこまで出番に恵まれなかった印象はあれど、このスピード昇格に至った背景を私自身もっと知りたいと思いましたので、今回当時の記事などをいろいろと調べた上で皆さんにもご紹介したいなと思います。はい、まずは簡単にプロ入り前、インディアンスとの契約に至るまでを振り返ってみましょう。八千代松陰高校時代は甲子園に出場した多田野選手は、その後立教大学に進学し、こちらでエース格の活躍を見せます。大学4年間通算で20勝16敗、防御率 1.51、334奪三振を記録し、立教大学のみならず東京六大学野球を代表する右のピッチャーへと成長を遂げ、2002年のドラフト上位指名候補としても名前が挙がるようになります。しかしドラフト直前に週刊誌にて、ただの選手が性的な映像作品に出演していることが報じられてしまうと、全球団から上位指名どころか指名自体を回避されてしまい、思わぬ形でプロ入りの道が断たれてしまいます。チャンスを求めて渡米したただの選手はいくつかの球団のトライアウトを受けた後、最終的にはインディアンスと契約金6万7000ドル、当時の相場でだいたい790万円に届かないくらいの金額で契約し、アメリカでプロ野球選手としてのキャリアをスタートさせました。ただの選手はインディアンス以外にもダイヤモンドバックスやロッキーズのトライアウトに参加したとされ、いずれも不合格となった背景には彼の肘の怪我もあったようですが、プロ入り前のスキャンダルもどうも影響したとか。ではそれでもなぜインディアンスはただの選手と契約したのか。当時のマーク・シャパイロ GM は後の地元紙へのコメントで、契約は完全にビジネス的な判断であり、過去のスキャンダルは軽視はしていなかったこと、トライアウトでインディアンスは2週間程度ただの選手に準備期間を与え、面談もかなりしっかりやったみたいですが、その中で彼の才能や人柄、チームメイトとの接し方などを見てリスクに見合うと判断しての契約だったみたいですね。またベースボールチャンネルでのインタビューで当時を振り返ったただの選手は、トライアウトでこれまで彼の球種になかったフォークを投げたところ、後に担当だった人からフォークが良かったから取ったとも言われたそうですね。いずれにしてもインディアンスがただの選手の過去を考慮しても、この才能にベットする価値があると判断したからこそ契約が実現したとは言えるでしょう。インディアンスと契約を結んだただの選手は開幕をシングル A キンストンで迎えました。大学を出たばかりの日本人がスタートする階層としては妥当なクラスだと思いましたが、しかしただの選手はすぐに頭角を現します。キンストンでただの選手は3日に1回くらいの頻度で登板し、投げるときは2回35球あるいは3回50球のいずれかの制限の下で起用されたようですが、7試合19回を投げて防御率 1.89、 奪三振は28個を数え、奪三振率に換算すると 13.3、 これでいてフォアボールはわずかに3個と圧巻の内容でシングル A のバッターたちを寄せ付けません。当時インディアンスのファームディレクターを務め、後にレッドソックスとブルージェイズの監督にもなるジョン・ファレルはシングル A でのただの選手のピッチングを絶賛していまして、91マイルの速球に加えて打者の手元ギリギリで鋭く曲がるスライダーを高く評価している旨のコメントも地元紙にて出ていました。そのためただの選手のシングル A 在籍は長くはなく、5月10日に AA アクロンに昇格。
バッターのレベルが上がったはずですが、ここでも只野選手の勢いは衰えず、なんとダブル A 昇格してからいきなり28回連続で自責点ゼロ。エアロスのブルペンの柱として大活躍し、ダブル A では31試合に登板し、防御率は驚異の 1.24。 これはこの年のダブル A イースタンリーグで40回以上投げた選手の中ではリーグトップに相当する成績です。72回3分の2で78奪三振と、ここでもイニング数以上の三振を奪っていますし、また抜群のコントロールの良さで9イニングあたりの予球は 1.9 個、余計なランナーは出さず三振はしっかり奪い、相手打者を圧倒するとなれば、そらブルペンで信頼されますよね。ただの選手の活躍もあって、エアロズは順調に勝ちを積み上げ、レギュラーシーズン88勝53敗で南地区制覇。ダブル A のポストシーズンでもただの選手は活躍を続け、4試合8回3分の1を投げて2失点と好投を見せ、チームのリーグ優勝にも大きく貢献しましたし、また7月末にはトリプル A 昇格も経験しました。マイナー1年目とはいえ、ただの選手かなり順調なキャリアを歩んでいたようですね。ただの選手のピッチングは相当良かったようで、特にシングル A で活躍していた時にファレルが言及していたスライダーが効果を発揮していたみたいですね。アクロン時代のチームメイトで、インディアンスのトッププロスペクトでもあったグレイディ・サイズマンによれば、ただの選手はとにかく相手バッターを抑え続け、スライダーがとてつもないボールであったこと、ダブル A のプレイオフで当たった2チームともにただの選手が圧倒していたことを話していました。サイズマンは後にオールスター出場3回の主力選手へと成長しますが、その彼にスライダーがとにかくすごいと言わしめたあたり、ただの選手の活躍には確固たる理由があったんだと思います。実際サイズモアが言うように、ただの選手がとにかくバッターを抑え続けていたのは事実です。こちら MLB.com にあったただの選手の2003年マイナー時代の詳細なデータとなりますが、シーズン通しての被打率がわずか2割2分、98回3分の2とそれなりのイニング数投げていますが、打たれたホームランもわずかに4本とダメージを抑え込んでいるのがよくわかります。また左右どちらも苦にせず、対右打者が被打率2割1分5厘、対左が2割2分8厘、左打者には3本ホームランは打たれていますが、まあ、どちらも十分抑えていると言ってしまって問題ないでしょう。そしてピンチでの投球も光っていますね。得点圏にランナーがいる状況では被打率1割7分。2003年のただの選手はマイナー通算で防御率 1.55 の好成績を残していますが、要所でしっかり踏ん張り続けた結果がこの防御率につながったんでしょうね。この他首脳陣からは守備のうまさも評価されており、投手としての全体的な能力の高さもあって、契約からたった1年で MLB 昇格候補にまで名前が上がるような存在にただの選手になりました。そしてその日は思いのほか早くやってきました。MLB のスプリングトレーニングに招待選手として参加したただの選手は、1月の体調不良を引きずった感はあったものの、オープン戦で4試合4回を投げて1失点と首脳陣へのアピールに成功。開幕ロースター入りこそ叶いませんでしたが、開幕してすぐにインディアンスの投手陣が火の車となり、4月23日にタイガース相手に17失点、直近4試合で3回目の2桁失点を喫したところで、チームはただの選手の MLB 昇格を決断。どうしてもすぐにただの選手を合流させたかったインディアンスは、彼を警察の先導付きで空港まで向かわせたエピソードが地元紙にて紹介されていました。そして4月27日のホワイトソックス戦、ただの選手は念願のメジャーのマウンドに立つことに。これ以降はロングリリーフの起用が中心でしたが、7月2日のレッズ戦で先発のチャンスが巡ってくると、この試合7回4安打2失点10奪三振の好投でメジャー初勝利も記録。日本の大学を出てマイナー契約で拾われた右腕が、こうしてたった1年で MLB までたどり着いたわけですね。その後ただの選手は怪我などの影響もあってか、残念ながら2003年レベルの活躍はできず、2007年を最後に日本に戻り、5年遅れで日本ハムからドラフト1位指名。2017年に現役を引退しましたが、まあ契約から1年でメジャー昇格した時点ですごすぎますよね。真似しろと言われて、はいそうですかと真似できるような話でもない気がしますが、今回ドジャースと契約した松田選手もただの選手と同じようにマイナーで大活躍して、 NPB を経由していない選手としては史上4人目のメジャー昇格が叶うことを祈っていますし、今後の活躍にも注目したいなと思います。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。